はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、とつて連日宏池会を賑わしているレオニダスちゃんですが、まあそろそろこのレオニダスちゃんを今回登用するかどうか本気で決めなきゃいけない人も出てきてると思うので、はい、今回の動画はこのレオニダスちゃんと、まあ実際宏池少女を進めていく上でライバルになり得る劇祭キャラクターの副将ちゃんたちですね。まあ具体的には白鬼とヒロマサとカシウス、はい、それとレオニダス、この4体に関してそれぞれ詳細データまとめてきて、一般戦と戦役目線で見た場合、それぞれのキャラクターがどんな個性があって、どこが得意でどこが苦手か、でボス戦目線で見た場合にはどうか、対人戦の場合はどうかっていうところを深掘って見ていって、それぞれの良いところ悪いところっていうのを理解した上で、今自分に必要かどうかっていうのを考えていただければということで、まあ、劇祭キャラクターこの4体について徹底比較やっていきたいと思います。はい、ちなみになんでこの4体にしたかっていうと、この4体、まあ、厳密には白鬼とヒロマサとレオニダス、この3体だけ今戦役1のステージから一番最後の戦役ステージである200ステージまで全て対応している副将ちゃんになっており、放置少女今 SSR から MR まで副将いますが、まあ、その全副将を見ても劇祭キャラクターとして戦役ファーストステージから200ステージまでどのステージでも立ち回ることができる副将っていうのは実はこの3体しかいないんですね。でカシウスは残念ながら、まあ、イケて195ステージまでしか活躍できないんですが、まあ、無料でもらえるキャラクターで中盤ぐらいからお供にみんな入れる副将ちゃんになってるんで、まあ、一応比較対象として入れておきました。まあ、放置少女劇祭キャラクターめちゃくちゃたくさん実はリリースしてるんですが、まだまだ戦役全ステージにおいて幅広く活躍できる副将ちゃんっていうのはこの3体しかおらず、まあ、今回レオニダスちゃんが久しぶりに特に戦役192ステージ以降採用可能な副将ちゃんということでやっと増えたって感じですね。はい、ということもあって、まあ、レオニダス対人も強いと言われてますが、まあ、正直一番のモチベーションは戦役の新たな戦術キャラクターというところが強く、まあ、対人もめちゃくちゃいいんですが、それ以上にやっぱり戦役で新しい枠が出てきたっていうところが貴重なところで、まあ、私はそこまで含めた上でレオニダスってキャラクターを分析動画なんかでは評価してます。はい、ということで、まあ、この4体で比較していきたいと思いますが、まあ、一応今劇祭キャラクターっていうのは、まあ、白鬼やヒロマスちゃんやレオニダスなんか以外にも、はい、実はこれだけたくさんいるんですね。はい、44体、まあ罪悪劇祭に限らず赤デバフの劇祭まで広げればこのゲーム劇祭キャラクターがいて、まあ今後まだまだ罪悪劇祭キャラクターなんかも出てくると思いますが、まあ罪悪劇祭キャラクター結構ここ罪って書いてあるキャラクターですね、たくさんいて、罪悪劇祭キャラクターはそのうち17体ですねいるという中で今回3体に絞ったというところで、まあ今回は先ほどの4体で比較していきますが、 YouTube メンバーシップの方は今回やる詳細分析っていうのを4体じゃなくてこの44名ですね全てで超詳細比較やってますので、はい、まあこの右側に全てデータをまとめた比較表が続くわけですが、まあ、今回の4体でもだいぶ情報量多いですが、44体でもなるととんでもないことになるんで、一般公開動画の方ではお届けできませんが、もし放置少女全劇祭キャラクターの全ての個性知りたい方は YouTube メンバーシップの方に入って動画見ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。まあ、劇祭キャラクターだとか、まあ、その他箱キャラクター等を含めキャラが増えるたびにアップデートして、新キャラはこの44体の中でこのポジションのキャラクターですっていうのをもう完全に把握できるように、表でできることできないこと等を含め比較していってますので、はい、興味がある方は YouTube メンバーシップ見ていただけると嬉しいです。はい、とつて宣伝でした。はい、とつて、まあ今回はその一部4名だけでの比較になりますが、はい、戦役ボス対人それぞれの目線においてこの4体がどんなポジションにいるか、まあライバルの4人ですね、比較していきましょう。はい、まず戦役目線で見ていきたいと思いますが、はい、まず戦役で重要になってくるのは不要安定性ということで、まあ罪悪劇祭ないし劇祭を、まあ、敵の人数全てにばらまけるかどうかというところですが、はい、それに関しては白鬼もヒロマサもレオニダスもカシウスも基本的には、まあ、敵4名対応型になっており、まあ、最小でも4名にはばらまくことができると、最大も同じですね、4名にばらまけて、で6名の白鬼は6名、レオニダスは8名いれば8名までばらまけると。なんでまあ最悪201ステージ以降まだ出てませんが、今後運営さんが作ったとして、今は4名体制200ステージ回ってるんで、ヒロマスと、まあ、カシウスも MR アバになればおそらく対応型になると思いますが、201ステージ以降もし敵が6名だとか、まあ、ないと思いますが8名とかになっていった場合、徐々に対応できるキャラクターが減ってくるっていうところですね。はい、将来性を見た場合レオニダスが一番将来性があるというところで、まずまあわずかな差ですが少しだけレオニダスが戦役の不要安定性においてリードしたと。でここからですね、徐々にシビアな差が出てきますが、次不要条件になりますが、はい、これ無条件で劇祭不要できるのはヒロマスちゃん、はい、でその他のキャラクターには何かしら条件があり、まず白鬼は実は劇祭つける条件が敵にバフがない状態でないと罪悪劇祭つけに行くことができないキャラクターになってます。これ生後バフは対象外で緑バフの話ですね。はい、なんで、まあ、196ステージ以降の生後援護がついてる敵に関しては緑バフはついてないので、ちゃんと
撃砕付けに行くことができるということで、まあ、戦役においてはこれは足かせになりませんね。でレオニダスの条件も一応これあるようでないようなもんですが、敵が撃砕状態でない場合罪悪撃砕をつけることができるということで、すでに撃砕がついている敵には撃砕付けに行けないんですね。まあ、付けに行く必要ないじゃんと思うかもしれませんが、まあ、これ実は微妙にレオニダス足引っ張る場面があって、例えば残り撃砕1ターンの敵がいるとして、その敵にレオニダスが撃砕付けに行けば2ターンに上書きでできるはずなんですが、1ターンとはいえ撃砕がついてしまっていることで上書きできなくなっちゃうっていう、まあ、ちょっとしたデメリットがレオニダスにはあります。まあ、ただこれも戦役においては、まあ、味方が撃砕先にばらまいてない限りそういうことはありえないんで、まあ、これも足かせにはならないと。で唯一足かせになりそうなのはカシウスですね。このキャラクター敵に筋力値で勝っていないと撃砕をばらまくことができないということで、まあ、195ステージまではそれで OK なんですが、まあ、もしカシウスが今後196ステージ以降 MR アバカして使えるかどうかっていう判断をする場合、この筋力値で勝ってないとばらまけないとなると、まあ、196で筋力値30万要求されて200ステージまで行くと40万筋力値が要求されるので、まあ、カシウスをローコスト育成できなくなってしまうってところですね。ちゃんと筋力を作り込まなきゃいけなくなるので、まあ、将来性で見た場合にカシウスやや MR アバまで視野に入れて不利かなと思ってます。はい、であとは単純な付与率についてですが、まあ、どのキャラクターも敵の状態性無視ができるので、まあ、それもあって191ステージ以降対応型と呼ばれてますが、まず白騎については敵に体力で勝ってる場合に 100% の状態性無視ができて、まあ、200% でつけれると、まあ、かなりの状態性無視ができ、この中で最強の耐性無視ができるキャラクターで、体力のパラメーターにおいては実はこの放置少女ってゲーム持ってる敵がおらず、まあ、戦役だったりボスのステータスに体力の数字がおそらくないとされているので、まあ、体力勝負は合ってないようなもので必ず勝つことができるということで、まあ、白騎は戦役ボスにおいて状態性無視 100% 常に発動できるということで、最小も最大も200で出せるキャラクターで、ヒロマサレオに出すカシウスに関しては無条件で、まあ、パッシブさえ解放してしまえば常に 65% 状態性無視の2人と常に 50% 状態性無視のカシウスという関係性になってます。で戦役においては 65% 状態性無視ができれば現状200ステージラストのステージまでちゃんと撃砕を付与することができるので、カシウスがギリギリ対応してないのはこの 15% 足りてないので、たまに失敗するっていうところがあり、191ステージ以降、まあ、三角評価になってしまっているというところで、まあ、具体的にステージですね、はい、今最難関とされている196ステージから200ステージだったり、192から195、191ステージ、190ステージ前の全ステージ、はい、その全てにおいてそれぞれのキャラクターが対応しているかどうか見ていきましょう。はい、まず一番難しいとされている、まあ、戦役196から200ステージ、まあ、このゲームの終盤ですねのステージにおけるそれぞれ4名の対応力としては、まあ、196ステージ以降一番大きく変わるのが、敵の雑魚キャラに整合援護がついちゃうんですね。で整合援護がついてると、まあ、ダメージ半分にされてしまうので、スキル2までに整合援護を剥がさなきゃいけないんですが、その整合援護剥がしができるキャラクターっていうのは白騎とヒロマスちゃんだけになっており、レオニダスとカシウスは剥がし機能が全くないと。でヒロマスちゃんもあることはあるんですが、クリティカルを出さないと剥がすことができないので、まあ、戦役みたいな敵とのレベル差で平気で40敵の方がレベルが上みたいなレベル差マウントを取られてしまうような環境下においては、まあ、クリティカルほぼ出ないと思ってください。なんで実質敵の整合援護を剥がせるキャラクターは白騎だけということで、196ステージ以降のまず整合援護に下の3体がもろに引っかかってしまうということで、まあ、これを解決するためには他のキャラクターで剥がしてあげないといけないので、例えば小王っていうキャラクターだったりニビアンっていうキャラクター、まあ、この2人ですね、蓄力の小王、暴走のニビアンがスキル2で敵陣全体の整合バフを剥がしながら罪悪風波だったり罪悪束縛をばらまくことができるので、ここでまあ剥がせないからもうアウトかっていうとそうではなく、まあ、小王かニビアンを持っていれば、まあ、ここのデメリットの部分は別途払拭することができるという形になってるんで、致命的な差ではないんですが、その代わり NG の組み合わせっていうのが発生してきてしまいます。はい、それは何かっていうと、暴走と蓄力役に小王とニビアンどちらも使わずに小キビダッキを使ってしまうっていう組み方で戦役デッキを組んでしまう場合、この場合には小王とニビアンのスキル2の生後バフ剥がしに頼ることができないので、でダッキの方はもう MR アバまでリリースされてますが、まあ、生後バフ剥がしスキル2で敵陣全体にすることはできず、で小キビの方もおそらくですが今のスキル2を見る限り MR アバ化しても敵陣全体の生後バフ剥がしはできなくなると思うので、おのずとそうなってくるともう応援出して出てくるこの撃砕キャラクターに生後バフ剥がしがないと主力のスキル2までに敵の生後援護を剥がすことができないということで、はい、小キビダッキを使う場合にはおのずと選択肢は白騎のみとなります。はい、ここめちゃくちゃ注意が必要なんで、レオニダス投与考えてる人は自分が小キビダッキで組もうとしてないかっていうところに196ステージ以降考える場合には注意してください。まあ、カシウスなんかが MR 暴かしてここ剥がすようになったら神ですね。まだカシウスはね伸びしろありますからね、ここ期待したいとこですね。まあ、あとは上杉謙信を超える必中系生後バフ剥がし連撃ができるアタッカーが今後このゲームに入ればもう剥がし機能は主力に任せればよくなるんで、ここの動向はなくなりますね。でその他196ステージ以降で重要なのはそもそも付与できるかどうかですが、ここはまあ先ほど見たように状態性 65% 以上あれば問題なく確実に付与することができます。カシウスも一応
50% 状態性無視あるんでつけに行くことはできるんですが、196ステージ以降は敵に更新という白バフがついており、罪悪デバフじゃないと付与することができず、現状のカッシウスでは無理なんですね。まあ MR を暴かすればおそらくつけられるようになると思いますが、現状はダメですね。でまあ火力貢献については物理防御、砲術防御を 80% ダウンっていうところを同じで、クリティカルが出た時に追加で 20% ダメージが上乗せになるっていうところも同じ、全く同じ撃砕効果になってますね。はい、ということでまあ196ステージ以降の差で言うと、このデッキの組みやすさで白機が軍配が上がるっていう感じですね。はい、その他は差がないと思ってもらってほとんどいいかなと思います。はい、じゃあ192ステージから195ステージまでの場合どうかっていうのを見ていきたいと思いますが、まあちょっと191ステージから195ステージという区切りではなく、あえて191ステージと192ステージ以降で分けた理由としては、まあ敵がスキル2を持つかどうかですね。戦役のそこが結構重要な分かれ目になってるんで、あえて分けてます。で192から195のステージっていうのは、戦役の敵がスキル2で攻撃力が高いこちら側の主力に対して緑バフを剥がしに来るんですね。まあ192ステージ以降はある程度の生後蓄力だとか、生後暴走、生後鼓舞、生後祝福などの生後バッファーが必要になってくるので、撃砕キャラクター云々の前にまずは生後バッファーたくさん集めましょうっていうのが、この192ステージぐらいから本格的にやっていかなきゃいけないことなんですが、でそうなってくると全く関係なさそうな撃砕キャラクター、まあ、自分たちはただ応援出して出てきて撃砕ばらまいときゃいいだろっていうようなポジショニングなんで、別に差なんてないと思うかもしれませんが、ちょっとした差があって、はい、これどんな差かっていうと、まずは付与に関してですが、まあ、状態性無視ができるこの3体は確実に撃砕ばらまきができるので、まるで、でカシウスは、まあ、15% 状態性無視が足りないので三角で、ここからが差になってくるんですが、まずカシウスに関しては撃砕ばらまけたりばらまけなかったりするので、その分やっぱり主力の火力を強くしておかないと195ステージまで回すのは難しくなってくるので、まあ、カシウスの撃砕はないものとして回せるような組み方をしないといけないということで、まあ、より強力な生後バッファーを大量に必要として、まあ、195ステージまで回そうと思うと完成までに必要な生後バッファーの数が多く必要になるんですね。じゃあ一方普通と書いてある白木やヒロマサに関してですが、まあ、この2人に関してはカシウスに比べればしっかり罪悪撃砕ばらまき切ることができるんで、まあ、主力の火力はその分増やすことができると。でカシウスの場合は先ほどちょっと左側で見たように、ここの防御力ダウンですね、まあ、属性防御×と書いてありますが、もし付与できれば 80% 敵の属性防御下げれるんで、まあ、そこの火力アップはできるんですが、罪悪撃砕じゃないのでクリティカルが出た時に火力が 1.2 倍されないキャラクターなので、まあ、それも含めて、まあ、より多くの主力の火力が求められるということで、まあ、大変なんですね。一方白木やヒロマサに関しては、まあ、しっかり罪悪撃砕もばらまけるし、敵4名に取りこぼしなくつけれるので、まあ、普通と書いてありますが、これレオニダスと差が出てる部分に関しては何かっていうと、192から195ステージになるとスキル2で敵がこちらの緑バフを剥がしてくるので、はい、こういったデッキの組み方を許さないんですね。まあ、どういったデッキかっていうと、主力キャラクターの上杉謙信に対して、まあ、スキル2までに小の罪悪風波だとかっていうのを出させて、より効果力でスキル2を迎えられるように作り込むためには、まあ、上杉謙信、まあ、ここに置ければ別にいいんですけど、ここに置けない場合ですね、ここに置いてちゃ火力が足りないっていう場合、はい、その場合にやっぱり小王とかをここら辺に出してスキル2まで打たせないといけなくなっちゃうんですが、はい、その場合に、まあ、今生後バッファー小王とチョコメちゃんがいますが、はい、コキビと劉備が緑バフになってるんですね。これ緑バフだと敵のスキル2で攻撃力が高いこちらの主力、まあ、つまり上杉謙信の緑バフが剥がされてしまって、まあ、火力が激減してしまうんですね。緑バフだとどうしても緑バフをつけた状態でここに置くっていうのができないんですね。まあ、一部ちょっとした裏技があって、劉備が MR 暴かしてて緑バフは、まあ、例えばコキビちゃん1体だけですってとこまで揃ってるのであれば、緑バフ1個ぐらいであれば実はなんとかできるちょっとしたテクニックがあるので、まあ、それは私のチャンネルで別途話しているので、この動画のコメント欄にリンク載せておきますね。はい、ですが、まあ、基本的には緑バフはなるべく抱えたくないという中で、まあ、残念ながら白木やヒロマスちゃんっていうのはそこら辺のフォローをしてあげることができないと。一方レオニダスはもう最近動画出したばかりなんで記憶に新しいと思いますが、まあ、レオニダスのスキル1の夢中という白バフによって、今の例で言うと上杉謙信を夢中に隠してあげることができれば、上杉謙信に緑バフを複数枚乗せたとしても敵のスキル2で緑バフ剥がしの対象に上杉謙信が夢中に隠れていればならないので、緑バフを抱えたままスキル2を打っていくことができ、まあ、私のランゼロファーストシーズンの方のサーバー、まだコキビもリュウビも緑バフの UR1000 の状態なんですが、はい、それでも195ステージまさかの少人数の生後バッファーの量で回せてしまったということで、はい、通常より早いタイミングで195ステージ踏破ができてしまったと、はい、もうこれはもうレオニダスちゃんのおかげと言って間違いないので、まあ、上杉謙信ここに置いて195ステージの敵倒せれば、それはそれでもう緑バッファー2人とかいても全然いいんですが、私のランゼロファーストシーズンの方だとそれだと火力
が足りないので、やっぱりショーとかのスキルにの負荷必要としているってことで、でそうなると緑バフが多すぎるってなって困ってたんですが、はい、まさかのレオニダスが全てを解決してくれました。当時で聖護バッファーが最終的に全部揃えばここの差っていうのは意味なくなるんですが、より早い段階から195ステージまでのデッキ組みを完成させることができるっていう大きなメリットがレオニダスにはあります。なんで逆に言うと、時間かけてもいいよっていう人は白鬼でもヒロマサでも、でさらに MR アバ待ちするって意味でカシウスでもいいということで、まだまだ192ステージとかに届かないプレイヤーさんはレオニダスはそんなに緊急を要するようなキャラクターではないという風になってます。その理由としては、191ステージ敵がスキル2で緑バフを剥がしてこない環境下においてはこの3人どれでもいいと。でカシウスは状態性無視 50% なんで少し苦手ですが、191ステージならカシウスでもなんとか実は回せたりするんで、なんなら195ステージでも本当に火力上げていけば回せたりするんで、もうめちゃくちゃ楽にレオニダス入れるとなりますが、カシウスでもご利用しで無理ではないってところはあるんでね、191ステージぐらいまでとかであれば全然まだ焦らなくていいのかなって感じですね。レオニダスはなんでそんなに焦らなくていいというのかというと、それぞれのキャラクターのコスト面ですね。で見た場合に、先ほど言った状態性無視で立ち回るために必要な覚醒回数ですねっていうのがあって、レオニダスは7回覚醒しないと状態性無視 65% がパッシブで得ることができず、覚醒弾や神髄弾なんかを他の4体に比べてかなり多く必要とするキャラクターになってます。でカシウスも実は覚醒5まで持ってかないと状態性無視 50% 得ることができないので、育成コスト実はちょっと高いんですね、カシウスも。で一方でこの部分で優秀なのが白鬼とヒロマサ、ヒロマサは1覚醒で OK、 白鬼に関してはもうスキルで敵に体力値で勝ってれば状態性 100% 無視できるんで、はい、無覚醒でも OK ですね、白鬼に関しては超ローコストです。はい、その代わり白鬼は UR1000 の投与から MR アバの投与までしなきゃいけないということで、必要絆数がこの中で一番大きいです。ヒロマサとレオニダスはもう純 MR だけなので、絆の水引きなんかは毎日ちょびちょび安く集めていれば安く投与できるということで、投与コストそして育成コストの両方の側面で見ると一番安いのはヒロマサちゃんかなというところですね。今の時代でも白鬼の方も MR 用の割引券や幸運券なんかもたくさん配られるようになってきたし、なんならたまにスペシャル交換のところに並ぶ椿翡翠なんかで UR1000 の白鬼まではかなり安くゲットできてしまえば、 MR の方は120絆でいいので、なんなら白鬼の方が投与コストまで安い説までありますが、この2人どちらかですね、コストを考えると。なんでそういう意味で特に無備課金の人はレオニダスそこまで急がなくてもいいですよってとこですね。私はランゼロファーストの方で今もう195ステージまで到達してしまったのに191でしか回せてなかったっていうめちゃくちゃ大きな課題があったんで、そこを払拭してくれるレオニダス、もうガチャ並んだ初日速攻で投与したわけですが、はい、それ以外の方は正直そんなに急がなくて OK だと思います。で最後191ステージ以降は分かったんですけど、190まではどうか、序盤から中盤までにかけての戦役ステージにおいてこの4名の役割ですが、正直白鬼、ヒロマサ、レオニダス全て過剰投資です。やりすぎですね。罪悪劇祭そんなに190ステージまでだと強く求められてないので、まずはバッファー集めることの方が重要だし、それまでは無料でもらえるカシウスで十分なのかなと。はい、無料ですからね。劇祭役は190ステージまではカシウスに任せるで OK だと思います。ただし例外があって、それはレオニダスを最初の MR 副将として主力として投与する場合ですね。この場合においては過剰投資とは言えないかなと思ってます。これどういうことかっていうと、はい、こちら戦役とボスにおける、レオニダスだとか、MR キャラクターの火力の比較ですが、戦役、うまくコンボが決まらなかった場合の最小火力で相当すると、レオニダス今全 MR キャラクターの中で第11位と、低く触れてしまったとしても高い火力が出せるということで、戦役めちゃくちゃ優秀なんですね。一方その他の先ほどの撃砕キャラクター黄色く塗ってますが、カッシウスがこの位置、はい、でそこから下に降りていって白鬼が第49位と火力を低くなってきて、でさらに下降りていくとヒロマサちゃんなんかはもう7000と、はい、83位ですね。もし今100数体しかいないんで下から数えた方が早いぐらい、ヒロマサちゃんは戦役にはあまり向いておらず、はい、最初の主力として投与した場合、まだ1体だけしか MR 持ってないような状況の場合、このキャラ1体で戦役立ち回らせるっていう風に考えると、今回の4体の中でレオニダスかなりいいポジションにいるんですね、火力的に。でボス戦の方どうかですが、ボス戦の方は何回もスキップして挑んでいく中で高火力が出た場合にボスを突破できれば次のステージ進めるので、こっちの最大火力の方で相当していきますが、こちらにおいてもレオニダス第7位となかなか好成績を出しており、そこから下降りていって第2位が今回の4名の中では白鬼27000%と、で下降りていってカシウスが21400、ヒロマスちゃんが2万と、ヒロマスちゃん両方とも負けちゃってますね、カシウスに。ということでボス戦においてもレオニダス一世の方が得意となってますが、ただちょっとボス戦においてはこれクリティカル込みのダメージになるんで、超高名ちゃんだとか、検定みたいなキャラクターが揃ってきて徐々にこっちからこっちになっていくっていう感じなんで、こっちの方が期間としては長いので、でも戦役まで総合的に見たら、レオニダスの方がいいかなっていうところですね。というところも含めて、基本的には序盤投与するには過剰投資になる3体ですが、レオニダスにおいてはことまだ若いサーバーなんかで最初の MR の投与、周りのまだ MR 持ってないプレイヤーたちと差をつけたい場合
に選択肢としてなしではないってとこですね。まあ、もちろん帰国士だったりこの前の紫式部みたいなぶっ飛んだボスや戦役進めまくれるキャラクターではないのでそこには劣りますが、選択肢としては視野に入ってくるレベルのキャラクターではあるかなと。でまあこのキャラクタータンクなんで将来的には純主力またはローコスト運用のタンクポジションで戦役では撃退ばらまき担当、対人戦では敵の攻撃をひたすら受け止めるキャラクターとして格下げすればいいだけの話なんで、まあ、主力のバトンタッチなんかもできるキャラクターなんで、まあ、そういう意味で最初の主力運用っていう意味では過剰投資にはならないかなと思ってます。まあ、むしろそうすることでこの必要覚醒数なんかにも言い訳ができますからね。はい、ということでまあ戦役まとめると、今190ステージ以下の方はよっぽどの理由がない限りはカシウスで十分です。で191ステージで回してる人はバッファーを集める方が優先ですが、まあ、そろそろ視野に入れたいと。192から195の場合には聖護バッファーが2体入って緑バッファーが2体の状況の人はレオニダス手を出せば一気に伸びるんで、まあ、ここが一番緊急性高いです。で196から200ステージに到達している方、まあ、すでに195は終わってる方ですねに関しては、今195ステージを小キビダッキで回しているのであればもう白旗一択で、それ以外の場合はこの3体から選ぶ形になりますが、まあ、そうなってくるとコストの安い白旗やヒロマスちゃんなんかがお手軽でいいかなと思いますね。はい、戦役目線で見たら、押す